どうも、うらさこです。さあ、というわけで今日はですね、ちょっと身体の衰えみたいな話をね。急に何すん身体の衰え衰えだけじゃないんですけど、衰えるでしょうか。ちょっと今、僕は呪われた白シャツっていう、怖そう。のがね、あって、これは自由さんで、その白シャツが汚れたことによって、急遽自由さんで買わせていただいた白シャツなんですよ。でもまず白のもの、白いシャツとかいろんなものをクリーニングにまとめて出したんです、この間。ほう。ね、はい、ちょっと小雨降る中、はい、出して取りに行ったんですよ。はい、ちょっと小雨降ってたんです。取りに行った日が小雨。そう、はい、ほんでクリーニング屋さんが徒歩20秒ぐらいなんですよ。ああ、ありますね。はい、近から近い近い。でね、もう受け取るじゃないですか。まあまあ 10枚ぐらいありました。で、袋入れますかって言われてます。ね、でも、いやもうすぐそこなんで大丈夫です。もったいないんでって、うんうん、お断りをまずしたんですよ。うんうん、まあ、薄いビニールはかかってるんですよ。はい、一個一個。で、こう、手にこう引っ掛けて、こうやって帰ってたんですね。で、うち駐車場から入って玄関に行かなくてね。はい、はい、そうです。ね、でゲレンデちゃんの横、まあ幅は別に余裕がある幅ですから、うん、それ通ってると時に何につまずいたかよく分かれへんけど、カンって一瞬つまずいたら、これ一番端のやつがパッと取れて下にファッと落ちたんですよ。はいはいはい。でも若い時やったらすぐにおっと危ないで済んだ話が、もうなんかスローモーションに落ちていくのが見えるわけ。下がもう濡れてて、ちょっと泥の状態になってる。はいはいはい。白や。はい。クリーニングしたて。かわいそう。うわって、落ちて、でもビニールで覆われてるから。はい、はい、そうですね。はい。ね。ファッて落ちて、すぐに拾ったら、まあまあまあ、はいはい、そんなにつくこともなかったけど、はい、え？落ちたのを確認したまま、止まれんまま、そのシャツの上を歩いてしまうって、ああ。あ、なるほど。こけないけど、もう行っちゃうってことですね。そう。止まれずにね。はい、はい。止まれずに。ガガガ踏んで。泥まみれ。ビニールは？だから踏んでしまったから、今に、踏んでもうたからビニールがずれてもうて、もう泥がビャッついて。最低。クリーニング出したとこね。しかもお気に入りの。好きですよね。それ。高い、はい、白シャツですわ。しばらくちょっと動かねえもん。え、そこ駐車場で、そう、その衰えのショックな、もう情けないって思ってこれで家帰ってさ、こう落ち込みながら、またどうしたの、情けない、もう情けない、こんなに衰えたのかと。もう正直自分で言うもないけど、運動神経だけはすごく自信があったのに、もうこんなことになるんだと。うん、年を取っていくとね、うんうん、情けないわってとりあえずバッと置いて、どうすんの、一回この自分でね、ある程度この宣伝とかトン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 しながら試みてんけど、やっぱ完全にはやっぱ白やから、うん、はい、完全には消えないし、まあ恥ずかしいやん、まず恥ずかしい大前提に、今もらったものをもう一回出しに行くわけ。ああ、なるほどね。なるほど、それはちょっと難しいです。もうでも出してきてやって言われて、そうやな、まあまあ、早くやった方がいいし、行ってくるわっつって行って、カランカランって言わせて、えっ、なんか手違いありました。ああ、まあそりゃそうですよね。いや、ちょっとえっ、汚れついた、汚れついたんじゃないですか、僕が今今、ただいま僕がつけてしまいました。それは恥ずかしい。出て、えっ、ちょっと落としちゃって、あら、お題結構なんで、みたいな優しいこと言ってくれはんねん。でも、いや、それは今しめとしてお金取ってくださいすいません、もう一回この子だけお願いしますって、なんか情けないなと思ってさ。で、そのシャツが昨日や、じゃあ一昨日帰ってきて、はい、ちゃんと綺麗に帰ってきました。帰ってきました。よかった。これ、着ようね。で、
ちょうどあの政治のチャンネルで白シャツを着てきてください、はい、あ、いいわ、これちょうど着ていこうと、とある企画でね、はいはい、ね、で来て、はい、某スタジオに、はい、行かせていただいて、で企画前に、まあ、まあ企画っていうか一人ずつやる企画やったから、政治の次俺で、あ、次俺の番やな、でお寮がなんか飲み物いらないですか、ジャーキーや、あ、僕買いますよ、はいはい、でバーッと探して、まあ本来今水を飲めばよかったのよね、水を飲めばよかったんだけど、水は水でスタッフさん用意してくれたやつを結構飲んでたから、あ、ちょっと味のあるものにしようかなと思って、あ、ザ、このゼロコーラ買って、うん、ほんでピピッとガンガジャンで喋りながらこう、まだかなって開けた瞬間、よしいや、え、そんなことある、え、自分から取ったの、そうや、ほんとにブッシャーと、いや、それでもやで、俺若い時やったらブッシャーを買わせたことすっごい難しいいやいやいや、ブッシャーはなかなかですそれぐらいの反射神経ほんとにむちゃむちゃで、ブッシャーを、このブッシャーを買わせたわけねもう、ブッシャーをもうスローで見ながらここに着くの見えたわこの話でもそこに行くんだ、そう、音の家に行く、ほんでブワーついてだー、あれですね、一応襟なしと襟付き持ってて、襟なしの方がついて、襟付きを一応持ってきてたからね、もしあの襟付きでお願いしますよ、俺たちそうしよう、それに着替えながらなんか衰えたなと思ってさ、情けないなっていうことがありながら、今日やで、え、今日、これ俺のことじゃないね、奥さんだってもう同い年ですから、はい、今日ね、息子がなんか今早番でバイト入って、一回帰ってきて、その後ライブに行く間、昼ちょっと時間あるから何か食うかって、天津飯食べたい、あ、分かった、じゃ作ったるわって言って、で、のんちゃんも天津飯でいい、うんね、天津飯でいいって言ってさ、でも作ってたわけね、でごま油最後にちょっと使うねんけど、ごま油この料理しながらここに横置いてるわけで、ごま油これぐらいしかなかった、はいはい、ちょっとしか、で俺は料理してるやん、作りながらバーってやってる時に、うわ、ごま油買い足さなあかんねって、こうごま油を嫁がこう持ちながら買い足さなあかんねって、あれ俺はしまってくれるんや、うん、でしばらくしてバーンってやってたら、でこの要はコンロ、火の使うスペース、シンクがあって、こっち側に、なくなった瓶とかさ、捨てる瓶とかを全部ここに寄せてるわけ、はいはいはい、まとめて、集めて、捨てるために。ほんで、ちょっと、まだちょ、残ってるやん。なんでここ捨てるとこ置いてんのって俺言われて。おぉ、え、ここはと。ちょっと怒り気味に言われて。結構残ってるやん。いやいや、いや、さっき、それを、その量を見ながら、ごま油買い足さなあかんねって喋りながら、あなたが持って行きましたよって言った。そんなわけないやん。あ、そこでもはってならないですか？なるほど。なれ。あ、そうだわ。じゃないですか。そんなわけないやんって言って。いや、まず、俺、ずっと料理して、もう、火をずっと見てる状態やから、まず俺が、そこに持っていく意味がまずないし、残ってるの俺把握してるし、いや買い足さなあかんで、あかんなって言いながら持っていって、俺直してくれるんや思ったら、多分自分でそこ置いたんちゃうって、買い足さ言うてたわ私、もうじゃあ私私私が置いた、かわいい怖いいやいや、俺の方が怖いわっつって、かわいい怖いな、怖いやろ、いやいや、これ怖い話ですよ、ホラーやこれは、怖い、いや、それぐらいもやっぱ50超えて54になったら、そんな衰えがまた、まあそんなこと頻繁にあるからさ、でも今日のはちょっと怖かったなんでここ置いてんのって一瞬怒られたから、いやいやいや、あなたが持って行ったんですけどでもいやいや、そういうことやねんて、
だから、衰えていくしさや、その、やっぱり事故多いやんか、高齢者の、はい、ね、車運転される高齢者の方、はい、その踏み間違えっていうのをね、だから、そんなわけないと思うよ。どうやったら踏み間違えれんのって思ってるけど、きっとそういう風になっていく、そういう衰えは間違いなく忍び寄ってきてるわけですから、なので、高齢者の方もね、ちゃんと自覚を持ちながら、そろそろ返納すべきなのかとか考えた方がいい気はする。だってもうほんまにもう、わけわからん、もう忘れたりするからさ。あれ映像見てて怖いの。高齢者の方、ぶつかって、なお、ずっと止まらずに走ったりするじゃないですか。ちょっと本当怖いですよ。そこは衰えとパニックが、パニックもそうですね、一緒になっちゃって、自分ではブレーキを踏んでる、そうですね、つもりでいるから、はいはいはい、でも足はアクセルの方に行ってしまってる、なんかパニックでもブレーキ踏まな、ブレーキ踏まなでアクセルグワーグワーってやっちゃうってやつね。たださ、俺が思うのは、俺はほら50を超えて、はい、ね、中期高齢者っていうのもう終わりに向かってるわけや。30代なんてものは今かバリッバリに働かなあかんし頑張らなあかん。いや、そりゃそうっす、バリッバリですよ、ね、俺よくつまずくなって言うけど、うん、隣のあなたお兄さんつまずくしぶつかるし、そうですね、どういうことなんですか。嘘なんですか。うちのチームその質がありますよね。あやとくん、あやとくんつまずきようだった。あー、懐かしい。すごいじゃん。でも俺をもまあそうだね。僕この前靴めっちゃ脱げた、脱げたりとか。ただ、一番やっぱこの人が、すごいよ。ぶつかるのはやっぱすごい。僕、中学時代から学校の廊下曲がるとき、髪が当たってた。はぁ、僕、本当に、どういう曲がり角を曲がるじゃないですか。うん、ちょっと、インコースなのかも、ここを肩当たったりするんですよ。なんなの自分のことを、すんごい華奢やと思ってる。本当、昔からなんですよね。シャー空間把握能力なのかわかんないですけど。それこそ宮坂さん、くすぶり組んだわけじゃないですか。いや、踏むのは、まあ、ええねん、ね、踏むのはそれ俺かって過去やったことあるかもしれん。でも踏んだすいませんの直後にもう一回踏むやん。それ面白かった。わざと以外ないよね。わざとでも難しいと思う。感覚、僕その西日暮里の時で普通に前歩いてる女性に見かけちゃったんですよ。したら、もうふざけんなよって言われるよ。当然よな。わざとやってる、お前。でもそう、まず、僕、長さに言われたんですけど、パーソナルスペースが近いんですよ。わかります？あ、わかる。距離近い。それが、やって。それもあるんですよね。パーソナルスペース。まあ、いわゆるね、男子トレーでいう、立ってするおしっこの幅が、一人のパーソナルスペース。そうなんですか？あれが標準のあれなんですか？要は、へー、嫌悪感のない距離って言われてます。なるほど。あれがパーソナルスペースなんですよ。確かに近い。僕もここでおしっこできます。キモ。いや、だからたまにさ、移動で高速でさ、高速でおしっこでガラガラの時あるやん。ね。はいはい。この立ってするとこ、はい、バッてした時に真横くんの。ああ。いや、めっちゃ空いてるやん。離れろやと思うね。まあ一個は開けたいです、ね。だってさ、ピャーってなって ある程度飛び散るわけやから、なんで真横くんのと思う。衰えちゃうわ。はっ。なぁ、こっち。まあ、それでもね。思うとこあると思いますが、衰えに負けないように、そうですね、頑張っていきたいと思います。というわけで、お時間が来てしまいました。以上でございます。ありがとうございました。